足立本県ドラム義塾塾長の今成です。こちらガッディメンツを紹介するシリーズ、エチュードとしては一番というか、このスティーブ・ガッドさんの場合にはこれをウォーミングアップと捉えてますけれども、ウォーミングアップの時点でもうこの教則本のコンセプトが全て現れていると思います。で、内容としては決して複雑ではないです。誰もできないような手順なんかは書いていないです。むしろこれは割と初心者の方でも取り掛かりやすいんじゃないでしょうか。まあダブルストロークが叩けるっていう、ちょっと前提は必要になっちゃうんですけれども、ゆっくりで構わないんです。で、今回の要素としてエチュードのこの1番、ウォーミングアップ1番に関しては、ダブルストローク、シングルストローク、パラディドルを順番に叩くだけです。で、下の概要欄にですね、私が叩いたショート動画のリンクも貼っておこうと思いますが、叩いてみればこんな音だってことはご理解いただけると思うんです。ただし、すごく注意しないと綺麗に聞こえないんです。で、第一の点、アクセントが入っています。各拍の頭にアクセントが入っているので、の音がテンポ通りにはっきり綺麗に当分に聞こえないと綺麗に聞こえないんですね、これが。だからこういう感じです。四分音符の部分だけタッタッと強く聞こえましたね。これが、毎回同じ音量で、しかも綺麗な間で入っているというのがまずすごく重要です。アクセントの練習っていうのもいろいろあるんですけれども、ストロークがこれだけ変化している中で綺麗にアクセントを入れていく、しかもアクセント以外の音が暴れないっていうのはかなり手の練度が必要です。あとはダブルストロークとシングルストロークを順番に叩きます。早く叩いてもゆっくり叩いてもそうなんですけれども、シングルとダブルっていうのはどうしても指の使い方、腕の振り方が違うもんなんです。それが、両方の奏法で統合できていないと当分な感覚にはならないわ、並ばないわけです。なので、どちらのストロークで叩いてるか聞いてる方にはわからないぐらいの厳密さで叩けた方がいいと思います。で、その際に叩きながら指の使い方、腕の振り方、手首の使い方を自分でチェックしたいんです。で、右スタートも左スタートも同じ動きでできるかどうか。っていうのが左右均等にできるように、その際の腕に力が入ったり、指を握りしめすぎてしまったり、もしくはスティックが暴れすぎてしまったりっていう調整がすごく大事なので、細かく自分の手を観察しながら、パラディドルもこれ先ほど叩いていたダブルストローク、シングルストロークの32分音符からすると半分の速さなんで、ゆっくりなんですが、厳密にこのアクセントと弱音をきれいに揃えるって考えるとなかなか簡単ではないです。しかもその前に32分音符で、8に16連打続いてますからね。そこからリラックスした状態じゃないとこのパラディドルに突入していけないんです。すごくそこが重要で。後半のスローになったパラディドルでいかに手がリラックスして弱打と強打をきれいに並べられるかっていうのは、その前の32分音符にかかっているとも言えます。ここできれいにリラックスしたまんま、早く、結構早いですよね、ダカ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 って速さは。で、この速さの中できれいに音が並べられるかっていうのを順繰りに気をつけていくと、すごく手の状態が良くなるはずです。この状態まで叩けるようになっていれば、グリップもフォームもきれいに叩けてないとおかしいので、なので、この段階まで綺麗に整えられるようにご自分の手と向き合うのが大事です。そのようにして叩いて向き合ってみてください。